それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、小沢&蓮舫&鳩山&原口氏、泉代表を辞めた方がいいが、代表交代の流れにが、政権担う覚悟ないアートゥンガーが話題をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用。立憲蓮舫氏、立憲小沢一郎氏、泉代表は辞めた方がいい。鳩山幸男氏、岸田首相の支持率の低下が止まらない。いくら減税といっても国民は選挙対策で将来の増税路線を見抜いているのだ。政権交代のチャンス到来なのに、立憲の泉代表が5年で政権交代と述べたことに小沢一郎議員がバカバカしいと切り捨てた。政権交代の前に代表交代の流れになりそうな雰囲気が出てきた。立憲原口一博氏、政権を担う覚悟のないアートゥーンはいらない。この先5年も自民党政権が続かせるつもりか。それを国民に待たせるのか。日本はその時にどうなっていると考えているのか。引用終了。ネット民の反応がこちら。以下引用。全員消えてもむしろ有益な輩に言われてもな。これネタだよね。あの悪夢を支えた人々ですね。ハトポッポが代表になればよいのにわら。こいつらは議員辞めた方がいいだろう。少佐はとか、そろそろ比例復活すらできなくなるのでは。自民党としてはいつまでも自民党応援団を続けてほしいだろうけどね。自民党の不祥事に自身の不祥事や失言ぶつけてくれるしな。泉ももうすっかり自民党の上げ足取りしか言わなくなったな。わらしに交われば内部分裂で回答かっこ笑い、立憲がバラバラになるまでやって、争えもっと争え。立憲が左に寄りすぎてるので身動き取れないから困ってる泉代表。立憲でもノンポリの議員は他党に行った方が楽でしょ。頑張っているのに泉さんかわいそう。まともな考え方できる人はあんな党には居づらくなる。ここまでひどいと泉代表を支援したくなる。あ、そういう作戦？わら。引用終了。いよいよこれは始まったのかな。あっぽっぽもおるね。まあなんというか、内輪もめを外にさらすと見苦しい感じがしますよね。当チャンネルではこういった言動を生温かく見守りたいと考えております。視聴者の皆様にはぜひ今後の判断材料としていただきますようお願い申し上げます。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。